分とモテますね。行く先々でこんなに魔物が現れるなんて、彼らにとってはよほど魅力的なのでしょう。これでも忙しい身なので、こういうことでもない限り世界各国は回れませんからね。少しくらい楽しんでも怒られないでしょう。目に見えない存在、天族ですか。本当にいるんでしょうか。そう言われると何が何でも見えるようにしたいですね。例えば天族が見えるメガネなんて作れないものでしょうか。魔物が怖いですか。危ない時は手助けしますよ。でも危なくなるまでは何もしません。いえいえ、決して痛めつけられるところが見たいわけではありませんよ。ご自身の力で魔物を打ち果たさないとあなたの力にならないでしょ。おはようございます。早起きとは感心ですね。それでは皆さんを起こしてきてあげてください。情け容赦は無用です。おやおや、何やら賑やかですね。イベントです。疲れたらどうです。私、そうですね、何かご馳走していただけるなら言ってもいいですよ。結果勝てば良いのです。何をしてもね、全てはそのための道筋に他ならない。アニス、聞いてますか。そうですか。では私が今言ったこと言えますよね。目に見えない存在、天族ですか。若さの秘訣ですか。そうですね、毎晩若い人の生き血をって本気にしないでください。さすがに少し傷つきますよ。